皆さんまたお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原雄一です。今日はこの湯島聖堂あたりのイチョウ、まあ、晴れてすごい光線状態のいい感じなんですが、黄色く綺麗に見えたのでここを撮っていこうと思います。はい、まず1枚目撮影をしました。250分の1秒の F8、 感度は200というところですね。27ミリあたりで看板とか切れたのでこういった形で撮影をしました。露出プラス 0.7 で、まあ、空が多少は 青さが出ず白っぽく出ていますが、これ、まあ、プラマイゼロあるいはマイナス補正でも空は逆光方向なので青くならないかなといった感じです。露出補正マイナス側だと空の上の方は青く出ますね。まあでもこれだとイチョウの後ろの方は白くなりますし、あと日が当たっているところの明るい感じがちょっとしないかもしれません。まあプラスとマイナス両方取っておいてどっちがいいか比較といった感じがいいかもしれません。このポイントからだとイチョウが暗いところか、あるいは日が当たっているところも、まあ、PL フィルター入れて空を青くということはできそうなんですが、看板がもろに入る感じなので道路の反対側サイドに行って空を青バックにしつつ PL フィルター光線取っていこうかなと。イチョウの、光が当たっているところと空の青バックですね、両方取っていこうかなと思います。道路の反対側にやってきました。この黄色く輝くイチョウがすごくいい感じというところと、まあ、等加工で撮ると残念ながら青空がうまく出ないかなという感じもするので、光が当たっているところとこの青空の組み合わせを狙っていこうかなというところで、今回再びこのトキナーの ATX1735F4PRO FX で撮っていこうと思います。PL フィルター未使用の状態ですが、感度200で200分の1秒 F8 といった状況です。で、露出プラス補正プラス 0.7 にしています。まあ、このイチョウの黄色い輝きを出そうかなという狙いなんですが、ここから PL フィルターを取り付けて空の青さとイチョウの黄色く輝く感じ両方狙っていこうと思います。トキナーの ATX1735F4PRO FX の前に健康のゼクロス CPL ですね、82ミリ系サイズのものを取り付けました。これで PL フィルターの効果を確認しながら撮影をしていきます。はい、PL フィルターを取り付けて撮影しました。感度200のままで F8 で100分の1秒ゼクロスの CPL を取り付けた分1段分ぐらいシャッタースピードが落ちるという計算になります。まあ、ただこれ の一番効かした状態だと空が青すぎるじゃないかという人もいるでしょうから、こういった場合は PL フィルターの向きを変えてこうやって3枚ぐらい取っておくと、で後で選べるようにするというのも工夫ですね。今回は朝の光が綺麗だったこともあって、この湯島聖堂あたりのイチョウすごく見栄えがしました。まあ、だから早速撮影してきたというわけなんですが、曇った日はこの間のように落ち葉、晴れた日はこうやって光輝くイチョウを撮るというのもいいかもしれません。また撮影をしていきたいと思います。